ても広々としたあのステージで、アジア各国のたくさんのアーティストさんたちになんかの一人でパフォーマンスすることができて本当になんか嬉しくて、海外のアーティストとあんまり交流する機会とかはなかったので、なんかそこでいっぱいいろんな人に会うこともできて、それが楽しかったです。でもやっぱり幼い時からずっと音楽器をあのプレイするのがすごい大好きで、でなんかもう歌手になりたいなとかそういうなんか思いを持ち始めたのはなんかなくて、なんかいつの間にかあの歌手を目指すなんか道に乗ってたっていう感じでしたね。その時はともくんっていうあの男の子のキャラクターをあの演じることができて、なんか一回思うとなんか私女の子なのになんで男の子なんだろうと思って、なんかそれでまた自分の声に対して向き合うなんか向き合い方とかなんか考え方が違って、なんかそこから別のなんか特徴があるんだなって思いました。なんだろう難しいな。でもなんかやっぱり私となんか少し似たなんかあの音楽を目指している子を演じることできたらいいなと思います。やっぱりなんかレコーディングの場所にあの違ってあの緊張するかしないかが変わってくるんですけど、でもやっぱりなんか最近ではあの自分のあの作詞作曲した曲を作り上げることができて、なんかそういうなんかレコーディングになんか取り組むのはなんかそれはとても達成感があったりすごいあの頑張れましたね。でももちろん他の作品もなんかタイアップとかなんかいろいろなあの他の人の作品とあの交流できる時もなんかとてもその人のあの音楽についての見え方がなんか見ることができて、そこもとてもユニークで楽しいなと思います。あのライブをなんかやり遂げる時になんか自分的になんか進化しているなと思って、なんか特にこのライブではなんか新しいチャプターをあの乗り越えた感じで向き合っているので、なんかとても新しい花ホープを見せるためになんかあのなんかそういう場面を見せたいと思います。あとはなんか本当にあのすごい才能のあるアーティストたちに囲まれていて、なんかとてものびのびと歌いたいと思いますとやっぱり冬はなんか私はすごいあのフォーキーなカントリーな感じの曲最近すごいハマっていて、特に大好きなアーティストはノア・カハンっていうアーティストで、なんか本当になんか森のロードトリップに乗ったような感じのあの音色があったり、なんかとても弾き語りにぴったりだなと思う曲聴いてます。なんだろう、でもやっぱりあのとにかく動き回りたい子供でなんかエネルギッシュであのずっとなんか自分を表現したいのが多くて、なんか今でもなんかホームビデオを見るとなんかとにかくなんか私を見て見てっていう感じのなんかめっちゃ主張しているところがなんか見てることができて、なんかそういうのを見るとなんかやっぱり私もまたもうちょっとそういう感じになった方がいいなとか思ったりします。はい、あの今年初めてからあのギターをやることになったんですけど全部なんか自分であの習っていて、なんかビデオ見ながらして、でもやっぱりあの自分との時間でなんか落ち着いた中であのギターを練習したり歌を歌ったりするのがなんか大好きです。12月14日に行う花 HOPE 2023 The New Chapter を Duo Music Exchange でソロライブをします。6時からオープンで7時からスタートで、ぜひ皆さんに会いたいです。ご来場お待ちしています。